チャーク水道橋は高さ21メートル、長さ220メートルの航行可能な水道橋であり、チャークに近いイングランドとウェールズの境界で、現在もランボレン運河をセイリオグ渓谷の向こう側に渡している。チャーク水道橋はエルズミア運河のためにトーマス・テルフォードによって設計され、1801年に完成した。水道橋は水を保持する。 中鉄製のトラフを備えるが、石像壁が内側の中鉄を効果的に隠している。チャーク水道橋は、テルフォードによる革新的なシュルーズベリー運河のロングドン、オンターン水道橋より続くもので、さらにランボレン運河のポント化させて水道橋の先駆けであった。チャーク水道橋。左上側に鉄道高架橋があり、前方にチャークトンネルが見える。 テルフォードは、水道橋並びに橋における中鉄の使用の先駆者であった。そして、中鉄のトラフは、イギリスの運河網のほか、特にしっかりと水を漏らさない交差部や橋が、必要であったところで広く使用された。他の有名な例では、バッキンガムシャーのミルトン・キーンズにおける、グランドジャイクション運河のコスグローブ水道橋がある。チャーク水道橋はそれぞれ幅12メートルの重の、 アーチからなる。水面は地上20メートル及びセリオング川の上21メートルにある。最初の石は1796年6月17日に据えられた。ウィリアム・ヘイジルリンが鉄製部分を水道橋に備え付けた。側板は1870年に水道橋に加えられた。チャークトンネルが チャーク水道橋の北端より始まり、ランゴレンに向けて続く運河を通している。ありがとうございます。